久保さんおはようございますいやー、しっかり今回作り込んできてますね、リターンズ。ね、一個一個カスタムサムネイルも。まあ、今回は、まじ、あの、正直に生きるですかね、正直に。うん。あの、行き着いた答えは正直に生きるっていうね。うん。まあ、あの、多分その、お金が必要ないとか、多分正直じゃないと思うんですよね。 お金がなくても幸せに生きていけるっていうのは、僕は正直じゃないと思うんですよ。うん。考え方を変えれば、捉え方を変えられるかもしれないですけど、でもそれは、うん、嘘の、嘘嘘だと思うんですね。実際に僕は、その、今ね、自由な生活できるようになって、まあ、借金も全部返済して、自由にやってますけど、やっぱね、借金返済してた時苦しかったですもん。 まだ楽しくやってましたよ。楽しくやってたけど、やっぱあの、請求書見るたびに、やっぱり、ああ、今月、また返さないといけないなっていう、なんか嫌でしたもん。<laughs> しんどかった。うん。まあ、久保さんはあの、その、増やしてたんで、キャバクラ行って増やしてたとでね、<laughs> ちょっとぶち抜いてて、あれですけど、僕は、あのー、しんどかったですね。うん。 で、今、その借金2000万ね、返済して、まあ、毎月のね、その支払いっていうのがないんすよ。毎月僕振り込みしてたり、振り込みしてた作業がないんですよそう。なんかね、今家賃だけですね、振り込むの。<laughs> 前はね、何社もね、振り込んでたんですよ。それがないっていいっすよ。<laughs> うん、すげえ気持ち楽っすね。う ほんと楽っすね。もう何社もね、こう返済してて、で、通帳のお金どんどんなくなっていくわけですよね。で、またゼロなるわけですよ。はぁ、みたいな。で、これ、売り上げ作れなかったら俺終わりだな、みたいな。まあ、いつも思ってたし。うん。今はね、ちょっと余裕出てきたんで、まあ、余裕でも、余裕出てきてるけれども、まだそんなに余裕じゃないので、 なんかさっきニュース見てたんですけど、なんかあの、なんだ。アマゾンの CEO、ジェフ・ベゾスかがなんか億万長者番付、世界の億万長者番付で19兆円ぐらいあるらしいですよ。ジェフ・ベゾス19兆円。19兆。総資産はい。4年連続、 1>, 1位ですね。19兆4千億円。億円。途方もない金額っすよね。2位がイーロン・マスクで、孫正義さんが27位だったかな。19兆円ってやばないですか。まあ、どう考えてももう、まあ、生きていけそうでじゃないですか <laughs>。19兆国家予算ですよね。よ余裕で。うん、まあすごいっすよね。まあ何が、ここから何が言いたいのかっていうと、 ビジネスのすごさってことですね。ビジネス、アッパーないっすよね。でも、給料をもらうという生活してたら、100%、1パん、なんだ、0.0000001%も19兆円稼ぐ可能性はゼロですよね。今の会社で給料をもらうという仕事をして、もらうってことをやってたら。でも、ビジネスをやったら、じゃあ、そのジェフ・ベズさんもね、 で最初からこんな大金持ちだったのかっていうと、最初こんなお金持ってないわけじゃないですか。<laughs> うん、だからやっぱね、あのー、正直に生きるためにはビジネスをやっぱ勉強するべきかなと思います。お金をの勉強、お金を稼ぐっていう勉強。あっぱないので。で、あとは、まあ、久保さんの動画でもありましたけど、なんかお釣り5万とかね、残るだけでもいいと思うんですよ。なんかそう、ね、別に19兆円なくてもいいと思うんですね。19兆円別になくてもいいと思うんですよ。 久保さん19兆欲しいですか多分久保さんも19兆はいらんなと言うと思うんですけど。まあ、ベフ、ベフ、このね、ジェフ・ベースオさんも19兆円目指して頑張ってたわけではないだろうし、気づいたらそうなってたって話だと思うんですけど。だからなんだろうな、自分が満足できる金額があればいいんじゃないですかね。自分が。うん。僕はここの、なんだ、あの、 事務所この4万2000円でもう全然満足です。全然満足。まあ上が、上を見たらキリがないので、うん。だから自分のその、ここでいいなっていう。ここで満足だよねっていう。だからその満足のレベルを上げすぎたら、多分上限なくなっちゃうので、多分基準ですよね。自分はこれぐらいでいいっていう。自分はここで満たされてるよっていう基準はどこにあるのかっていう。 僕はこの家賃4万2000のとこでも普通に超快適に過ごしてるし、全然ね、ネットも無料だし、駐車場も無料だし、まあ新築なんでね、しかもデザイナーズだし、まあ東京じゃ絶対ないクオリティなんですけど、めちゃくちゃ快適ですね。うーん。まあ、まあ唯一ちょっと贅沢したいんだったら、あと2部屋欲しいなっていうのはありますね。あと2部屋、2部屋。 あと2部屋ぐらいあるといいなとは思いますけど、別になくてもいいんで <laughs> うーん。うんまあその分僕は車にね、あのお金かかるので、まあ GT-R ね、維持していくのにお金かかりますから。うーん。だからまあその自分が趣味ですよね。車趣味なんで、まあそこに対して他の人よりちょっとお金必要なんで、それだけ稼げばいいかなっていうところですね。まああとる欲しい車がね、もう1個あるので、 まあそれも買いたいなと思ってるし。まあそれぐらいでいいんじゃないですか。うーん。まああとお酒もね、僕飲みますけど、1日1本ぐらい飲むんですけど、もう今、金麦の、そう、あの、ラガー、赤いラガーなんですよ。箱買いしましたけど、そう箱、箱買いして2300円ぐらいだったかな。そう。もう全然幸せですね。別にあの、なんだ、プレミアムモルツじゃなくていいし、 スーパードライじゃなくてもいいし、第3のビールで十分ですね。うん。で、あと、ご飯も自炊してるし、食べに行かないし。で、自分で作るご飯の方が一番うまいんで、うーん。だから、自分が満たされるものを満たしてあげればいいんじゃないですか。ここ、ここは僕が好きだからお金は使うと。でもうここは別にこれでいいよねっていう。 だから、車にはお金は使うんだけども、うん、なんや、車だったりとか、あと商売道具ですよね。カメラ買ったりとかね、機材買ったりとか、まあそれは仕事で必要だし、パソコン,パソパソコンも今50万ぐらいのパソコン使ってますけど、まあ仕事に必要だからと。仕事に必要で、それはお金を生み出すものだから、そこに対しては使っていく。で、車に関してし今、止まりましたね。 陰謀論ですね。止まりましたね <laughs>。だから、これに関してはお金使うと。でも、これはここで満たされると。外食しなくても僕は自分で作った方が美味しいし、安いしっていう。な感じっすかね。だからあなたの満たす、あなたが幸せと感じる、その、なんだ、メーターはどこにあるんですかっていう。まあ、車で言うならば、ね、うーん、 久保さんが乗ってるね、あの、車、でかいやつあるじゃないですか、なんだっけラン、ランクルじゃないですね、なんだっけ、まあ、あるじゃないですか、まあ、あそこに入れられるガソリンって、容量大きいと思うんですよ。でも、軽自動車の入れられる満タンって違いますよね。だから、その人それぞれ、車によって入れられる満タンって決まってるわけですよ。で、あなたの満タン、 心も満タン、コスモ石油みたいなね。あなたが心が満タンになる基準はどこにあるのかっていう。だそこを満たしてあげればいいんじゃないですか。だから、なんだ、ガソリンスタンド行ってね、満タンでみたいな。それが言えるようになればいいんじゃないですか。昔僕、学生の時なんかは、満タンでって言えなかったですもん。だいたい2000円ぐらいですね。<laughs> 2000円ぐらい。いや、満タンなんかまあまあ入れられないですよ。で、満タン入れると、 まあぶっちゃけ燃費も悪くなるわけじゃないですか。だかそれも気にしてたわけですよ。満タンに入れれば、な、重量重くなりますから。<laughs> だからそういうのも気にしてて、満タンでって言えなかったんですよ。2000円とかですよ。お金ない時は。まあ、満タンなんか言えないですね。ね。まあまあ、今はセルフが多いんであれですけど、昔はね、まだありましたから、その時満タンでみたいなね。まあまあ言えないですね。 その満タンでって言えるだけでも幸せなんじゃないですかね。なんか。別に満タンに入れようが入れないが別に車を走るんだけど、気持ちの問題ですね。うん。自分の幸せの気持ちに素直に生きてるのかっていう。で、それが今満たされてないんだ。自分の心が満たされてないんだったら、満たされる分だけ稼げばいいし。それでいいんじゃないですか。なんか嫉妬して指差してふざけんなとかね。 金持ってる奴がどうのこうのっていう心が全然満たされてないわけじゃないですか。それ自分でやればいいだけじゃないですか。ビジネスを勉強して。そう思うんだったらね。なんか、そうは、なんか、実は心の中ではそんな生活を送りたいなと思いながらも指さして皮肉言って何もしない。それはどうなのかなと思いますけどね。うーん。 だって別にやればできるわけじゃないですか。YouTube もやればできるわけじゃないですか。ね。<laughs> 何でもできるわけですよ、今の時代は。うん、これだけのプラットフォームが整ってて、初期費用ゼロでできて、できないっていうのは、それは自分、なんか、どっちなのみたいな。どっちみたいな。前なんか GACT さんが、なんか GACT さん見てたんですけど、なんかあの、 日本のね、なんか今、違う、なんか、なんとか遠にいるんですけど、なんかガクトさんが、日本の,あのコロナのやり方に対して、どっちみたいな。どっちなの緊急事態宣言出したと思ったら、あ、じゃあなんだ、GoTo ト,トラベルで旅行行けって言ってみたら、今度行くな言うてみたり、どっちなのと。経済回したい、わかるけど、感染者は広げたいのと。 感染者は広げたくないのどっちみたいなね。ずっと言ってたんですけど。<laughs> どっちよと。そう。なんかそんなこと言って面白かったんですよね。ずっとどっちどっちって言ってたんで。あなたはどっちですかお金、満たされてますか満たされてないですか心は満たされてますか満たされてないですかどっちですか満たされてないんだったら、心が今満たされてないんだったら、満たせるようにビジネス勉強して頑張ればいいじゃないですか。シンプル。 ただそれだけですよいってらっしゃい